涼やかな和のスイーツ、くず餅。つやつやと光り輝く美しさに、もちっと伸びる強い粘り気が人気のくず。中でも最上級とされるのが、奈良県吉野地方で作られ、白いダイヤモンドと称される吉野本くず。しかし原料となるのは、なんとこの茶色い根っこ。これが一体どのようにして美しく輝く白いダイヤモンドへ姿を変えるのでしょうか。その謎を解くためにやってきたのは奈良県御所市。なんと駅名からくずです。この地域は吉野川流域の肥えた土が良質なくずを育てると、江戸時代から日本随一の産地として名を馳せました。150年くずの製造販売を手掛ける老舗の井上天玉堂。2月はくず作りの最盛期、根っこに最も栄養が集まる時期でもあるのです。寒い冬と書いて寒くず言うてね、これは1月から2月にかけてのでんぷんが全部下がる。これが一番上手な。くず作りは深い山に自生するくずの根を掘り出すところから始まります。竹川さんは掘り子と呼ばれるこの作業のプロ。82歳になる今も1本 10kg 近いくずの根を何本も人の力で運び出します。全部がでんぷんであったらいいんだけど、もうほんまにわずかしか取れない。釜入れるとね、白いのが出てくるんです。この部分がでんぷんです。これね、これが白いダイヤモンドの元。このでんぷんを抽出するのが吉野ざらしという伝統製法。まずはくずの根を粉砕機で細かく砕き、繊維状にします。それを冷たい井戸水で洗い、でんぷんを含んだ水をもみ出していきます。しかしこれだけではまだ水は茶色く濁ったまま。くずはね、山の土がついてるからね、洗っていったら下にでんぷんが降りて上に泥になってきれいになる。絞り出した水を1日置くと、泥水は上に、質量の重いでんぷんが下に沈殿するというからくり。これ白いの、これがくずなの。これをまた真っ白にするの。やっとクリーム色になったくずのでんぷん。ここからは室内の大きな水槽に入れ、2週間もの間つきっきりでアクを取り除きながら、攪拌と沈殿を何度も繰り返します。固まったくずはやっと真っ白に。キメが細かく上質な舌触りを生み出す吉野本くずの完成。伝統製法吉野ざらしは非常に時間のかかる工程ばかりですが、そこには先人たちが考え抜き確立した味へのこだわりがあるといいます。手作業で網を使ってアクを取ったり、2日かかっても沈殿するの待ってっていう、もう本当自然の力だけでしてるので粒子が壊れない。だからやっぱりこう炊き上げた時の粘りとかツヤとかが違うし、でそのためにはやっぱり人間の手が大事なんじゃないかなと思ってます。しかし課題も山積みです。年々掘り子の数は減少し、現在奈良県内では5人以下に。さらに原料のくずもこの地域ではほとんど取れなくなってきたのです。そこでこの会社では実験的にくずの栽培を行っており、10年目にしてやっと良い兆しが見えたそう。
竹川さんが掘った時に釜を入れてくれはって、でんぷん乳が出るか見てもらったんですね。そしたらこれはいいクズだねって、これやったらでんぷん取れるよっていうので、堀子さんのお墨付きもいただいたので。さらにはクズの根だけではなく、葉やつるの活用法についても研究を進めています。それによればクズのつるから培養した乳酸菌は人の免疫力を高める効果があることが分かってきており、そうした健康食品が今注目を集めています。クズっていう植物は本当にポテンシャルの高い、もうスーパーフードともいえる食材なので、可能性をもう存分に生かして研究できたらなと思ってます。クズが高級品というのはこういう理由だったんですね。また新たな研究もこれから楽しみです。日本経済新聞今日の夕刊にも井上天玉堂の記事が掲載されています。ここまで LBS 現場探求でした。ご視聴ありがとうございましたケロ。